声が出そうになった。気づいてしまった。高校2年生になってもう3ヶ月も過ぎた。こんな放課後間際に。隣のゲルが、あの、ミカゲちゃんであることに。ミクリアさん、ミクリア、ミカゲさん、これやってみて。あれは小学生の頃、早く友達を作りたかった私は、ただ隣に座っていただけの子に軽率にも言ってしまった。私たち一生の親友になろうねと。それがミカゲちゃん。その日から私とミカゲちゃんは親友になってしまった。付き合ってみるとミカゲちゃんは超変わってて、一言で言えばすごく面倒な子だった。だから少しずつ距離が開いてっちゃって、挙句に彼女は突然転校していき、そこで私たちの親友関係は終わった。うん、間違ってるね。やっぱりミカゲちゃんだ。算数ダメダメのミカゲちゃんだ。戻りなさい。あのミカゲちゃんが今まさに。ミカゲちゃんは覚えてるのかな、私のこと。いや、そんなわけないか。変わったのは私も一緒。こんなネクラになっちゃった私なんて、もう誰も。てかめっちゃゲルだよ、不良だよ、かわいすぎだよ。超恥かかされた。教師許すまじ。でもさっき目会っちゃった。それに急にそわそわチラチラしちゃって、もしかしてだけど、もしかしてだけど思い出してくれたのかな、私のこと。ひなたちゃん、え、私なんかした？まあ無理ないよね。私変わったし、結構ほらギャルだし、とろかった昔と違って今ギャルだし、そりゃ気づかないよね。でもね、私は入学した時から気がついてたんだよ、ひなたちゃん。ひなたちゃん昔と違ってちょっとおとなしくなって、でもそれもすごく可愛いなって。あー、違くて、可愛いとか変な意味じゃなくて、いや、その守ってあげたいっていうか、だって私たちは特別な関係なのだから。今日こそひなたちゃんとお話がしたい。出会った頃のようにまた。はい、
じゃあ今日は終わりにします。あのさ、ひなたちゃん、逃げちゃった。だって今ほら不良なわけだし、絡まれたりしたらその、でもあれから美影ちゃんがどうして来たのか聞いてみたい気もする。そしたらきっと出会った頃のようにまた。そうだよね、あの頃の私が黒くてかっこ悪かったからだよね。だからもっとクールな女の子にならなきゃって私頑張ったの。私がひなたちゃんの一番になれるようにって。だから今日ようやく気づいてもらえたこと本当に嬉しい。人生最高の日だよひなたちゃん。気づいたんでしょ、私のこと。これからよろしくね、いろいろ。うちら友達でしょ。カツアゲされる。私は友を欺いた。これが私の定まった運命かもしれない。許してくれ。私たちは本当に良い友と友と出会ったのだ。今だって君は私を無心に待っているだろう。ありがとうセリヌンティウスよ。はい、ひなたちゃんありがとう。先戻っていいよ。ありがとう。はい、じゃあなんでメロスがこんなに頑張ったのか、みんなで一緒に考えていきましょうね。みかけちゃんだっけ。私たち一生の親友になろうね。みかけちゃん、鬼ごっこやろ。今日は別滅だから。みかけちゃん、お絵かきしよう。私シュールレアリストだから。みかげちゃん、帰ってゲームやろ。ゲームはやらない。でも人生は過酷なゲーム。ねえ、みかげちゃんは何が好きなの？ダンゴムシとひなたちゃん。そうじゃなくて。で、こっちがグリーンパイソン。本当は毒持ってる子とか欲しいんだけど、パパがまだ早いって。待って、他の趣味は？
できたら私にも分かるの。あるよ。ひなたちゃんの観察、私たち親友なのだから。そうだよね、あの頃の私、親友として足りてなかったんだよね。でもさ、高校でまたこうして出会えたんだよ。こんな奇跡ないよ。これって私たちが特別だからだよね、ひなたちゃん。今日は尾身村ひなたは欠席だそうだ。もう学校行けない。落ち着いて。私は今クールなギャルなんだから、かっこよく振る舞わなきゃ。ひなたちゃんにがっかりされちゃうぞ。ひなたちゃん、おはよう。みかげちゃん、みかげちゃん。あ、おはよう。私ってドジだよね。昨日は病欠でしょ。無理しちゃダメだよ。うん、ほんとみかげちゃんは優しいよね。それにとってもクール。当たり前でしょ、私たちは親友なのだから。ダンゴムシ。この子も親友なんだ。え、親友は私だけでしょ。なんかジェラシー感じちゃう。冗談、ひなたちゃん。クールに。おはよう。決まったー。さりげないボディタッチ、柔らかい髪越しに感じる頭蓋骨の丸み、たまらない。毎朝味わいたい。頭を撫でられた。これはどういうメッセージ？分かってるよな、お前ってこと？何それ、何なのそれ。え、今おはようって言った？タメ口聞いてくれた。ひなたちゃんがタメ口を、嬉しい。タメ口聞いちゃった。私みたいな敗北者が今不良のただ中にいるみかげちゃんに、ただ隣の席だからってタメ口なんて。あのさ、今日いい天気だよね。ございます。
おはようございます。え、おはようございます、ございます、おはようございます。ます、なんで私たち親友じゃなかったのね、ひなたちゃん、なんで？